はい皆さんこんにちはおかげさまでクリスマスの日の深夜サブチャンネルの AI 初心者教習所のページが1,000人を達成しましたありがとうございますとってもとっても感謝しておりますサブチャンネルをしようと思ったのが10月の末そしてちょこちょこっと準備を始めてスタートをしました 初めの1週間はサブチャンネル新規に作ってもなかなか伸びないなぁやっぱり無理かなぁもう一度本チャンネルもう6000人超えてるんだからそっちでいいかななんて約1週間はそんな思いをしましたが徐々に徐々に登録者の方が増えてくれたのでいやもうちょっともうちょっとと頑張りましたまあ 今、12月の25日を超えたところですけれども日付が変わってパッと見たら1005人おおありがたやありがたやって感じで約1ヶ月半ちょっとぐらいですけれども今日はその感謝の気持ちとそして僕がどんな風に考えてこのサブチャンネルをスタートしたか。 そしてどんな思いでこれからやっていくかというようなことをお話しさせていただきます。サブチャンネルを開設しようと思った理由は大きく2つあります。本チャンネルというのは音楽のチャンネルです。でも今 AI とかがどんどん進んできました。音楽のチャンネルをやりかけたというかそういう理由というのは 僕が島村楽器のコンテストでファイナリストになってじゃあこれを本業にしようとそれまでは IT 関係の会社を運営していたわけですけれども完全にやめるわけではないけれども学生時代から好きだった音楽をちょっと極めてみようかなというふうに思いましたがやろうと決めてもう12週間で ほぼ心は挫折しましまた。理由は僕は本業としてやってるわけですからこの業界、儲からないないと思ったんです。IT の業界というのはやはりできるできないは別としまして自分たちのプログラムの費用を請求したりするのって1日45万円とかいうようなのがやはり当たり前です。 ででもですね音楽を作って収めるのに何日もかかったりするのに45万円とかライブに行っても50人を満席にしたところで例えば3000円のチケットだったら15万円それをライブハウスさんとかと分けてですねそれも前から練習をしてそして 当日を迎えてその売り上げということにあこれはなかなか音楽の業界では難しいなというふうに僕は感じましたでもまあ音楽の YouTube もぼちぼち出していましてプロになりたい若い人とかを育てて一緒にライブをしたりそして YouTube を上げたりするんですがなかなか反応が出てこないです。 もちろんプロになりたいような人を扱ってるんですからそこそこ歌えるしそしてビジュアルもいい人材がやるんですが、YouTube、というのはそしてコロナが始まっていよいよライブなどができなくなった時に僕は YouTube をもっと本格的に勉強しないとこれはいくら続けていてもダメだなと思ったので。 コンテンツを良くするということよりも YouTube をどうして攻略するかそちらの方をもう一度一から勉強をしたんですそしてその中でいっぱい学んだことはあるんですけれども YouTube のチャンネルはできれば専門特化しないと見てくれる視聴者の方はここでは音楽のチャンネルがあると。だから チャンネル登録をするということなのに突然他の話題になったりしてそしてなかなか音楽の話が戻ってこなかったりしたらもう飽きてきますよねそのように思ったのでやはり YouTube のチャンネルはいろいろやってうまくいってる人も中にはいますけれども専門特化が必要だなというふうに前々から思いかけていました。 そして、こうやって人に YouTube はこうした方がいいんじゃないかなとかいう解説もしたりしていたわけですから当の本人がもう一度ゼロからスタートした時に本当に僕が思うような手法でいい結果が出てくるのかそれを身をもって体験してそして皆さんにお伝えする方が 説得力があるんではないかそんな風に考えたわけです先ほども言いましたように10年以上も YouTube をやって300人しかならなかったその反省のポイントというのを一つ挙げると YouTube はなぜやってくれてるのかというところが僕はミソだと思うんですね それまで僕は自分や勉強してくれてるお弟子さんというかそういう人の音楽とかを発表しようと思ってたんですねその発表という場が音楽界の発表の場と同じようにですね無料でできる素晴らしい世界発信ができる YouTube これはとっても重要だなというふうに 思ったんですその発想の根本が少し間違っていたというのに気づいたのがそのコロナになって案外伸びてくるようになった時です YouTube は僕たちに発表会のステージを与えてくれてるボランティアの会社じゃないんです。YouTube は収益を上げるために広告主さんに いっぱい流行ってくれるチャンネルじゃないと、流行ってくれないチャンネルは、AI はこのチャンネルいくら応援しても、YouTube、いわゆる Google 社のビジネスにはならないな、そう判断するんですね。相手は仕事として YouTube を展開しているわけです。でもこちらは無料のステージで、 発表させてもらえる場というふうに考えているところに大きな乖離というか考えの相違というのがあるなとじゃあ人が集まるようにしないと YouTube は認めてくれないなそれが分かったんですそうやってチャンネルを伸ばそうと考えた時にどうやったら伸びるか。 それはいくらいい音楽を作って発表してもそのコンテンツというのがいいか悪いかそれは自分の自己満足であって聴く人のことを考えた時に時間をかけて見てもしくは聞いたりしてためになるかということなんです。音楽はは癒しにはなると思うんですけれども 料理の作り方とかいうのを聞くのと単純に比べてみた時に役に立つ度合いというのは音楽とは目に見えて違う部分があるんですね。今日のおかずこれれでうまく作れたとかですねそういう成果が必ずあるわけです。ですから僕は音楽のコンテンツにも見てくれる視聴者が「おおなるほどな」 そんな風に作れるのかとか、とそんな風なテクニックだとか他よりはこんなところがいいなとかいうようなことがない限り単純に音楽をリスニングするためだったらアマチュアの音楽もしくはインディーズの名もない音楽を聴いているよりもメジャーのアーティストさんの音楽が昔と違って CD とかを買わなくても YouTube を見るだけで 音楽が聴けけるわけですしアマゾンミュージックであったり YouTube ミュージックだったり専門の機能があるわけですからそこで見ればいいだけの話であってわざわざ知名度もない我々の音楽を検索して聴いたりするかどうやったらそんなところにたどり着くかを考えた時になかなか難しいというようなことが 自分の中で整理がついてきましたそして YouTube を勉強するというのには先人の YouTuber さんとかがこうやったらいいよとかサムネイルとかタイトルはこんなふうに作ればいいんじゃないかとかいうことをいろいろ教えてくれてる解説動画っていっぱいありますよね。 それを疑わずにやってみることなんですね僕も最初はですね「そんなん言うけどそんなことだけで変わるのか」とか「訴求ワードって大事だよ」とか言ってですねタイトルの中にも「絶対バズる」とかですねみんな書いてるんですよねだけどそんなこと書いてもみんなどんな目で見るんだろうとか いいろ自分の中でももう教えてくれてる人がいるんですからこうやったらいいというのはもう大方あるわけです。じゃあそれを疑わずにやればいいと。そしてこの1年チャット GPT というのが出て AI がものすごく身近なものになりました。 何を聞いても答えてくれるそんなような AI というのを上手に使う例えばタイトルを聞いたりサムネにどんなワードを入れたらいいですかというふうに聞くとなるほどなと思うようないい回答をしてくれますですからまあそのまま使う必要もないけれどもヒントにしてやれば僕はいいと思いますし このチャンネルでもサラサラと思いついた時は僕のそのままでタイトルなんかをつけたりもしますけれどもどうしようかなと迷ったらすぐにチャット GPT に僕は聞きます。10個の案を出してとかですねそれを見たらあやっぱり AI はうまく答えるなとかいうふうに思うんです。これを使わない手はありませんので 皆さんも ai をうまくく活用してくださいよく SNS などの話題でこれからの AI 時代どうなるんだろうか自分たちの仕事とかそういうのにはものすごく影響があるもしくはもう僕らの仕事はなくなってしまうんじゃないかとかそういうような論議というのがポツポツ話題として上がってきます。でも そんんなこととを僕はは考えるのは無駄だと思うんですね。コンピューターのことを40年間ほどやってきましたがその僕でもこの AI 時代はどんな風になるかなんて難しいことは全く分かりません。明日どうなるかもわからないしそして日々やってるともう先週言っていたことが 古いことになったりするぐらいです。ですから、皆さん、明治維新とか江戸時代とかを考えてください。東京・大阪間も馬車を使ってた時代もあるし、カゴで運んでいた時代とかですね、そういうのもあったわけですよね。でも、その時代に戻りますかということです。車で移動したり、新幹線乗ったりとか、 今、それはしますよね。まあ、特別マラソン選手か何かでですね、鍛えるため以外にですね、東京大阪間を走りますというような人は、ほぼいないと思うんですね。僕は、そこには時短という言葉が出てくるわけです。僕の中で大きなキーワードなんです。なぜかというと、歓歴を迎えるようになった僕は、あと、 10年20年それぐらいしかコンピューターをいじったりこうやって皆さんの前で話したりということはないわけですどのの皆さんにもも寿命ととかか時間とか大事なものがあるわけですですから僕は時短をすることというのは自分の日々の考えの中でとっても重要なポイントを占めてるんです。 何回か前の動画でも少ししゃべったんですけれども今 GPT を使ったりすると今まで1年ぐらいかかりそうなプログラム開発が15分ぐらいでそこそこのものができたりするんです。これ僕は電卓を置いて逆算したんですけれども大体1万8,000倍なんですね。自分たちの寿命が100年として 万倍だったとしたらゼロ2つつくんですよね。そんなぐらい生きれるのと同じぐらい僕たちは時短ということが出来だした産業革命があってそうやってきた今ですねとっても長い人生を送れる可能性があるんですでもこれ全ての人にあるわけじゃなく時短をやっていない人は 昔のまま60年は60年年はなんです。でも時短をやっている人にとれば60年年がが何千年近いほどに時短でできるんです。30分で音楽を作れる人1週間ないと作れない人ここに大きな差があるので僕は時短できることというのにとっても興味があるんです。 先ほども言いましたように二十歳からコンピューターというものに出会っていろいろやってきましたけれども難しいことを言う評論家の人とかいてるじゃないですかテレビに出てくる AI のコメンテーターとかですねそういう人がいくらいてくれてもですね一番重宝なのは自分に直接教えてくれる人です。ですから、 YouTube で僕が解説をして皆さんが何かに気づいてくれればその人にとって僕は有名なコンサルティングや専門家と言われる人よりもありがたく思っていただけるんではないでしょうか僕の能力がその人の半分であったとしてもですね使える実践を目の前で見せてくれる人 それがが視聴者にとって一番ありがたい存在なんじゃないかなそんな風な風ことを考えれるようになってから僕は YouTube が伸びましたそれはそのような動画の作り方をしているからです僕はもちろんこのサブチャンネルこれから AI 時代がどんどん加速しますので本チャンネルよりも こちらのチャンネルががに皆さんが集ままってててくれる可能性も出てきていますですからちゃんと住み分けをできるようにこちらのチャンネルももう何ヶ月かすると収益化というのもできるのでこちらのチャンネルはやはりパソコンや AI に特化したようなそんなチャンネルにしていきたいですし音楽のチャンネルは音楽の いろんな悩み事や解説事をお話ししていけるチャンネルにしたいと思っていますそしてトレンドというのは大事でこの AI 時代がまあなくなることはないにしても今一番話題で皆さんが知りたいことというアイテムであることは間違いないですですから皆さんに僕は AI をうまく活用してもらいたいたんです。ちょっと不安になっている人もそんな難しいことを考えているよりも実践をしてもらって人より上手になってもらいたいそれが僕が皆さんにお伝えしたい一番のことですですから今後もいろいろなスタイルはあると思うんですが 僕のトークはちょっとゆっくりめでお話をさせていただきます。それは AI 初心者とついているように初心者の人に伝えたいからです。もうよくできる人は他のチャンネル他の動画でもそしてその人自身の研究も 上手にできていくと思うんですけれども僕はそれがわからなくって困ってる人に分かりやすい解説をしたいがためにこのチャンネルをやっていますのでなるべく初心者目線になってお伝えしていきたいそれが僕の思いですどうぞこれからもよろしくお願いしたいと思います今日は登録者1000人になった感謝の気持ちも込めて ちょっと雑談をさせていただきました。ありがとうございました。